よし。香りから違うんですよ。はい、何キロぐらいですかこれ。これこっちの、こっちのからはあるな。ある。5、6キロ。6キロ。何ですね。うん。ピナフェリア、やります。お、はい。おお、立派だ。いやー、これはね、今年まあ最大級ですよね。鱗は取らないんですね。鱗に流れるようにして取ってます。そのまま焼いて食べて美味しいんですよ。まあ、エラをね、まず取ってます。村上ではこのエラを食べる料理もあるんですよ。お腹を開くところが、ちょっとあの他とは違うんですね。ここで、まあ、一旦、これを抜きます。そして、ここから、また、入れて、一部、このお腹を残して作る。これが、村上の、あの、作り方ですね。その大切な酒に、あの、切腹させないよ、という、まあ、思いがね、この、あの、作り方に込められているわけです。ね、これ、お酢の白子、肝臓、胃袋に、あの、身の綿、まあ、内臓ですけどね、これもみんな美味しくいただくんですよ。これが鮭の腎臓で、塩漬けにして2年寝かすと、背わたの塩辛い。はい、きれいに切りました。平安時代からもう村上には鮭の文化があって、どこもかしこも美味しく食べてあげなければ、本当酒に対して申し訳ないんだという、その酒を思う、あの、感謝の気持ちから、普通の地域ではないような酒料理が、あの、生まれてきたんです。
そうです、ね、加減ですけど、かっこいいね姿にするためにもこうやって洗ってあげるんです。風がやんわりとね、この家の中をね抜けていくんですよ。陰干しで風通しのいいところ、この中っていうのはすごくいい環境になるんです。調理してつけた味と違って中からこうね、熟成によって混じったものです。せっかくつないだこれも残しといたのも、この時にはもうあっさり切っちゃうんですよね。何のためにこれをやるんだってことですけども、鮭に対する、まあ、昔からの思いで今でもやってるということです。よし、香りから違うんですよ。1ヶ月近く村上の風に当てながら干しておくうちに、酵素が働き出して鮭の身タンパク質をアミノ酸の旨味にこう作り変えていくんです。
で、お客様の前にもこのままお膳のままお出しします。ちょっとこのまま、このお米なんですけども、社長が厳選したお米です。このぐらいでしょうか。はい、鶏焼きです。うん。鮭の旨味がこの中にギュッて詰まってる感じしますね。熟成されてる分。こちらはですね、鮭の伊豆市といいまして、木桶で1ヶ月乳酸発酵しております。先代の頃から。そうですか、すごい。先代のおばあ、じゃあ、お父様、ご飯と麹混ぜたものを最初に、ご飯と麹を混ぜたもの。一つも捨てるところがなく、全部使うっていうことで、これもこの喉のところですね。自分で全部やります。もう頭、はい、頭部に鼻の部分ですね、軟骨、たらこです。ものはまだしも、この伊豆市っていうのはなかなか、落ちてないところ、これで6段終わりです。